トラックドライバーです。会社に戻りました。ですね、今軸がずれまして、敵をこっちに転がしたいので、はい、なのでこいつが下がってるとちょっと良くないので、この辺に置いちゃうと、はい、そのまま下がると自然と相手前に飛びます。飛べるよ、飛べるよ、飛べるよ。投げた方向に対して今みたいにすぐ向かっていく動きと、はい、投げたんだけど反対に距離を取る動きがあるんですよ。また逆に立ち上がる。ただいま。おはようございます。タイトルマッチ宣言。この試合は板橋プロレスリングが認定する板橋タッグ選手権試合であることを宣言します。セミファイナル第4代王者に2度目の防衛戦、板橋タッグ選手権試合、時間無制限一発勝負を行います。主な挑戦者チーム、板プロの選手が120分のマイルカー最大時速275キロ東北新幹線ハヤテ、高校がチャンピオンチーム日曜日プロレス、トータルレート300パンド、ただいま参上。やっべーやっべーやっべーまYeah!
して、たくさんまたこれからも自分たち2人で防衛戦重ねていきたいと思いますので、ぜひいつまでも一緒に隣で戦ってください。よろしくお願いします。頑張ってください。マルコ、よく頑張ってくれました。はい、やっぱり、まあ、2人ベルトを勝ち合うものにしていてありがとう。もう聞いてないと思うけど感謝してるよ。あの2人にも感謝してるし、こういうあの舞台を作ってくださった皆さんに本当に大変感謝しております。緊張感を持って、58歳に向かって、進んでいきたいと思います。もういいかな。次回の防衛戦とかちょっとまだ、置いといてください。疲れたんです。はい、というわけで、まるちゃんありがとう。皆さんありがとうございました。終わりました。終わりました。ピンチが入ってます。私はこれ N なの。すごい。なんとか無事にベルト取り戻すことができました。はい、今日皆さんの応援もあって、ハチさんとすごい日々の特訓も重ねて、なんとか勝ち取ったベルトですので、すぐ取られないように防衛を頑張ります。防衛重ねましょう。頑張ってください。一緒に頑張ります。ちゃうんだよ。おいでおいで。よしよし。ただいま。ただいま。行くとすごい荷物あるね。生きがいい人だ。ケバブ買って帰ります。ですね、会社に戻りましたら、大きなお中元が届いておりまして、なんと届いたのが、今からお見せしますよ。ケバブです。いただきます。プチ祝勝会だぞ。グラシアス。これはキャベツでかさ増ししてません。すごいです。マルコさんが買ってきてくれました。
北島。ただいま。